ですよね、うん、だ気持ちいいとっても気持ちいいですよね、うん、気持ちいい気持ちいい。リクライニング対応のマットさんです。あ、いびき防止ポジションとか頭を上げます。おーすげえな、はい、こんにちは。こんにちは、インテリアの話の時間です。今日はですね、私上野と和田で、まあ、おなじみのね、はい、和田さんで一緒にですね、ご紹介をさせていただくんですが、今日新宿ショールームですよね。そうです。で今日はですね、はい、まあ、何本かね、はい、動画がかかってるレガリア、はい、アメリカのね、はい、で、あ、アメリカはキングスタウンか。そうです。で日本の大塚家具と共同コラボしてレガリアっていうブランドがね、オリジナル誕生したんだよね、はい、で新しい新作を紹介してもらえる。そうなんです、そうなんです。いうことでちょっと楽しみなんですよ。私ね、どのぐらい楽しみかっていうとですね、もうすぐ寝転がれるように見てください、スリッパもう最初からスリッパで登場ですから。ありがとうございます。今日はじゃあレガリアのなんていうマットレスなんですか。はい、エモーションっていう。エモーション、はい、マットレス。やりの言葉じゃないですか。そうですね、感動とかって言うんでしょ。そうです ね、 ね、エモいよ。エモいエモいね。そっから、はい、ということでですね、ちょっと今日エモーションちょっと体感をしてみたいというふうに思いますので、よろしくお願いします、はい、じゃあ早速、はい、はい、どうですか。こちらですね。こちら、あ、ちょっとね、じゃあね、まずやっぱりね、体感してみたい。まず寝てみてください、ね、はい、いい、どうぞどうぞ。じゃあここにこっちね、はい、いうことでいい、はい、お茶、頭ぶつかなくていいんだよね。今回は大丈夫ですね、これね、はい、あれもうね、ちょっとしつこいって言われてんだよ。いやいや、じゃあいいよ、こんなって。あ、どうですかね、心地。あ、もうあのね、もっちり安定感ありますよね、このブランドはね。うん、これなんかね、適度にいいね、硬すぎず。でこれ実は、うん、頭のところと腰のところと足のところで、うん、そのバネの密度を変えてまして、真ん中のところを交互配列といって、うん、バネを多くして作ってるっていうのがまず一つなんですけど。あ、なるほどね。で当然周りの部分、まあ、よく私は話してますけど、うん、フルボディサラウンドここのところでしょ、はい、うんうん、周りの部分をしっかり補強してるの、型崩れもしにくい、うん、で生地にサニタイズ加工っていう加工をしてまして、うん、非常に衛生面でいい。あ、ここね、気持ちいいもんね、すごいね、はい、気持ちいいですよね、ニット感ね、すごいね、はい、ちょっと伸び縮みするのね。そうなんですよ。でね、腰もね、さっき言ってたけど、ちょっとこれあれでしょ、交互配列って声の数が多いんだっけ。多いです。とこう上か下からこう押してくれるみたい。そうですよね、うん、だ気持ちいい、とっても気持ちいいですよね、うん、気持ちいい気持ちいい。でこれだけでも完成されてるマットレスで、はあはあ、シングルでこれ11万9000円なんです。あ、でもまあいいんちゃうな、11万9000円でこの寝心地っていい、まずいいですよね。いいと思う。で実はそれだけではなくてですね、うん、このマットレスって、うん、リクライニング対応のマットレスなんです。リクライニング対応。リクライニング対応ってこう、こう今流行りのこうなんていうの、こう頭が上がったり足が上がったりとかってこと。そうです。で実はちょっと上野さん、ちょっとだけ腰上げてもらって下見てもらっていいですか。ボトムの部分ってことね。そうです、ここの部分です。あ、シンプルでいいじゃない、はい、これ実はこのフレームは、お、シンプル、あ、これに入ってんのか、機械が、はい、ヤマダオリジナルの実はフレームでございまして。あ、これ何、ヤマダ電機オリジナルなの。そうなんです、そうなんです。あ、なるほどね。で新宿がもう初めてこれ今実は、あ、これ新宿にしかまだ今のところないの。はい、ないんです。で何、ヤマダオリジナルのこの電動のボディ、何、ボトムか、ボトム、それに IDC とキングザンが開発したレガリアのリクライニングマットレスがコラボレーションで置いてあるってこと。そうなんです。いいじゃない。そうです、そうです、すごいですよ、いいじゃない、いいですよね。いい、そのままもう一回入れてもらっていいですか。うん、なるほど、そういうことか。このままの状態で当然寝ることができるんですけど、うんうん、これね、こういう普通の姿勢だよね、はい、先にほど申し上げましたようにこれ、うん、リクライニングですから、うん、私今からちょっとやってみますね。やってみるとなんかどっか動かしたわけじゃあちょっとやってみます、ね、うんうん、やってみますね、はいはい、ハローアシスト、これ頭を上げて、頭を上げます。おー、すげえな、はい、言葉、あなたの声に反応して。そうなんです。フラットにして、おー、すごい、止めて、本当だ。そうです。で一回フラットにしますね、うん、フラットにして12種類 の、 声で今反応できるようになってるんですね。そうなの、12種類の声、声その中で例えばいびき防止ポジションとか。あ、そういうのもあるの。あります、あります。あ、今言った、あ、今言っちゃった、ごめんなさい、私の言葉に反応しちゃったんですよ。いいよいいよ。あ、これがそうなの、はい、ちょっと頭が上がるんだ、はい、あ、これが何、いびき防止ポジションなの。そうなんです。もともと寝心地がこのままの状態でいいんですけど、うん、せっかくだったら、まあ、ゆったりね、そ、例えばテレビを見たりとか、うん、あ、そういうのもあるの。ホームシアター用で、要は、あ、ここにね、はい、うん、リクライニングするってことはそういう楽しみ方もできるじゃないですか、うん、で一般的なマットレスですと後ろにクッションを置いてちょっとね座ったりする方いらっしゃいますけど。あ、そう、これ足とかも上がるの。上がります、上がります。え、ちょっと言わせて、言わせて、言わせて、なんていうの、ハローアシスト、こんにちは、足を上げて、すげえ、すごいですよね。これじゃったらもう動くのやだな。でこの状態からまたフラットにしてとか。ああ。だって足疲れてる時にさ、こうやっていったらいいもんね。そうなんです。すごい。しかも滑らかで音もしない。
今まで私が知ってるやっぱりこういうリクライニングのマットレスっていうのはどちらかというと結構要は曲がらなければいけない、うん、首つかる。あなたの話聞いてると首つかるじゃなくてもうちょっと上げてみる、ね、頭を上げて、頭を上げない、あなたの話を聞いて首こうやってやると疲れちゃう止めて、じゃあじっくり聞こうじゃないかこのような気持ちいいですか、うん、だから上野さんのね一番いいポジションというか、いいね。通常、うん、リクライニングのマットレスって、うん、イメージしていただきたいんですけど、こういう風にしてマットが曲がるじゃないですか。曲がる。マットが曲がるってことは、うん、ある程度やっぱり分厚いマットだと曲がりにくいじゃないですか。それはそうだね。なので薄いマットが多いんですよ、ね、全体的に。あ、そういうこと。その薄いマットレスが多いってことは、うん、詰め物ってあんまり多く入ってないケースが多いので、分かる分かる、固めなマットが多いんですよ、ね、でもこの寝心地でリクライニングをするっていうのがやっぱりすごい価値があるかな。画期的なんだな。はい。でさ、こうやってさ曲がっちゃうことによってさ中のスプリングとか大丈夫なの？大丈夫なんですよ。一般的には、うん、レガリアって全部中にこういう枠線っていうのを実は入れてるんですよ、はあはあ、こういう枠線。そうだよね。よくあのほら動画でもね説明してくれてるもんね。しますよね。でこの枠線を実はこのマットレスは取っちゃってるんですよ。なくしてるので。ああ、だから曲がるのか。はい。だけどさ、それ取っちゃうことによって耐久性とか大丈夫なの？大丈夫です。もうしっかりともう研究に研究を重ねてるわけ。はい、もともと100年以上歴史があるメーカーさんで、はあはあ、かなり作るときにはもう耐久テストを行って、そういうことやって満を持してそうですやってますので。なるほど ね。これ人気あるでしょ。人気あります。だから出したばっかりなんですけど早速やっぱお客様から何とか。そりゃそうだろう、ね、これいいよね。いいですよね。寝室はやっぱり、ね、第二のリビングだよねこれから ね、うん、やっぱり気持ちよく、ね、寝室作んないとな、はい、でさこれさいろいろやってくれるの。いろいろやってくれます。例えばさ再生数伸ばしてそれはねいやいやそれはダメなの。確かに再生数欲しいですけど。あ、それダメだって言ってたよ今。ダメだった。よくわかりました。12種類入ってる。なるほど、ね、自分ポジションっていうのは自分で最初に設定するポジションなので、はあはあ、当然背丈とか体重とかが違ってくるので。うわ気持ちいい。でこれあの話してなかったんですけど例えばライトをつけて。え、何何ライトもつくんですか。夜中とかにちょっとお手洗い行ったりする時のための。あ、まあ、手元灯じゃないんですけど下がちょっとライトがつけば。そういうのもあるんだ、はい、上野さんこれあれなんですよ。これ充電もできるんですよ。何の？え、携帯とかの、はい、スマートフォン。そんなんできるのこれ、はい、どうやってやるの。上に乗せるだけです。あ、そうなんだ、はい、上に乗せるだけ、ね、はい。あ、すごい、すごい画期的ですよね。あ、もう欲しい。でもいち早くもう上野さんと一緒にやりたいなと思って。ああ、入ったばっかりでしょ。入ったばっかりです。わあ、これぜひ。でもさっきもね言ったけどさ、リビングは、あ、ごめんなさい、寝室は大のリビング、はい、ね、やっぱりリビングにソファをね置いて、大きいテレビも置いてとかってのも気持ちいいのは当然当たり前だとしてもさ、はい、寝室でどんだけやっぱり気持ちよく過ごせるかって大事だよね。そうですね。3分の1は寝てますしね、寝る前の時間とかもねちょっと楽しんでいただければと思いますしね。なるほどね。でね、今年末こういうご時世でしょ、はい、で和田さんみたいなねご案内、まあ、スリープアドバイザーの場所がついてますけど、はい、まあ、皆さんこうやってついててね、いろんなご案内してると思うんだけど、やっぱりなかなかお足運びづらい方とかもいらっしゃると思うんだけど、はい、これもうちゃんとしたご案内いろいろできますの。もうリモートでもできますし、リモートでもね、ズームでもできますし、ズーム、LINE でもできますし、メールでも、あ、電話でも、こうやって動くんですよとかってこうやって動画で見せてくれたりできます。できます。あ、いいじゃないですか。そういったところをバックアップさせていただきますので。わかりました、はい、ありがとうございます。今日すっごい面白かった。面白いですよね。おー、面白い。ね、ですね、今後もですね、はい、有益な情報をしっかりお客様にお伝えしたいと思います、はい、ぜひですね、お気に入りいただいた方はチャンネル登録と、はい、それからあとはグッドボタン、グッドボタン、はい、こちらの方よろしくお願いいたします。どうも今日はありがとうございました。